ちゅうさんは、はい、このお店いつからやってるんですか？そうですね、お店自体シュン君が今黙ってるからちょっとお願いします、一覧いいですか、はい、意気込みは、いやもうボクシングだけだったら大体負けないですね。で、ブリタさんもすごいテクニックある方なんで、いつもやっていきます。今日は、うん、あの高校生のことをやった時もそうだし、はい、なんかウリタ君と軽くやったのもそうだけど、はい、一応ごまかして動けてるけどちゃんと動けてないよね。そこでいい企画を思いついたんだけど、はいはいはい、なんですかね。シュン君にいろんな試練を与えて戦ってもらいたいな。あ、シュン君なんだかんだってまだ33だろ。そうですね、まだ、はい、現役引退して何年、10年ぐらいだと思うんですよ。10年ぐらいだろ、はい、ってことはね、まだできるんだよ、頑張れば。そうですね、50の俺が頑張れんだから。確かに、確かに中田さんが50で頑張ってたら僕は全然大丈夫です。はい、なんか強いやつと、はいはい、違う格闘技の強いやつと戦ってもらって、おお、はい、ボクシングの強さを見せてほしい。ちょっといろんなやつのスパーリングやってもらいましょう。シュン君の強さ、おちょっとね、はい、前回の、 あの高校生のことをやった時だって、はい、うまいんだけどね、はい、そこまでなんか強さ感じないんだよね。そうですね、僕もさすがに高校生相手にあんまりこうガツガツいけなかったんですけど、ガツガツいけなくて軽くでも、はい、もっとかっこよくねこうやってもらいたいのに、はい、ジャブでしちゃってなかったですね、はい、だからそういうとこも練習して、はい、うん、じゃあ、はい、俺、まあ、シュン君、まあ、ボクシング教えたことないけど、はい、ちょっと動いてみようよ。あ、わかりました。じゃあ気合いで、わかりました、いきます。膝が硬いよね。足硬いかもしれないですね。ロボットみたいじゃん。ね。膝が硬い。
手打ちだね。欲しい欲しい欲しい、うん、こんな欲しい、うん、欲しい、これに全部これに全部これに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
こんなことないでしょ。いや、ないっすね。どう、これから育成で、ね、企画があるけど、はい、まあ、しゅん君も動いて、はい、目標とか夢もつかまないと。そうですね、なんか僕自身も動いてスパーリングとか混ざって一緒にやったりとかして。これ若いんだからさ、はい、ね、本当しゅん君さ、やった方がいいよ。しゅん君もやった方がいいよ、はい、しゅん君の頑張りみたいな、また俺も頑張ろうっていうやつが増えるかもわかんないし、はい、そのためには、はい、まあ、俺がね、はい、いろいろ資格を用意するからさ。お、資格、うん、まあ、今まで結構やったコラボしたね。そうです、やってきました、まあ、アンポ君とかボディとか、はい、武蔵さんとか、はい、まあ、武蔵君はやってくれてるかな、わかんないけど、まあ、ジャンル違うけど、ですからね、うん、まあ、そういううちのジムにも選手いっぱいいるからさ、はい、でもブランク長いからね。そうですね、生半可な気持ちじゃね、もう無理だよ。無理ですね、それは。気持ちだけでスパーリングやっても出されるし、ね、はい、それにやっぱり練習しないと、まあ、頑張ってください。わかりました。シンクが人気出るようにサポートします。あ、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ちょっと答えれるように僕も毎日頑張って走ってるんで、はい、はい、頑張ります。はい、まあ、その前に勝てんの？いや、韓国も強いよ。そうです、僕も動画なんかでバレバレだからね。そうですね。まあ、でもボビーも強いよ、なんか。いやー、僕顔面にくれましたからね、ボビーさん。勝てんの？いや、もう、それはもう、竹原さんも下についたんですから。勝てなかったら恥ですよ。勝ちます、それは。誰とやっても勝てるってことね。そうですね、もうボクシングだけならいきます。 OK、 はい、じゃあまずはアンポさんとか、うん、ちょっと、まあ、俺まで用意するんですか。あ、わかりました、準備します。はい、ということで視聴者の皆様、僕が頑張るので応援よろしくお願いします。はい、応援よろしくお願いします。しゅんさんは、はい、このお店いつからやってるんですか？そうですね、お店自体は今2年目ですね、ちょうど。竹原テレビに出るそのきっかけっていうか。そうですね、あのお店を開いて、まあ、初めて独立したんですけど、コロナ来ちゃって、まあ、一気に売り上げ9割ぐらい下がりましたね。コロナだから、まあ、皆さんよく家とかで YouTube とか見られると思うんですけど、まあ、それでちょっと YouTube のことを勉強しようかなってきっかけで YouTube の勉強をし始めて、でまあ、僕格闘技もやってて YouTube の勉強もよくしてて撮影とかもやってたので、まあ、その時にまあちょっと周りのご紹介で竹原さんの YouTube ちょっとぜひっていう話が来てて、ちょうどその時はマッコイさんが、うん、あの離れた時期だったんですね、うん、で竹原さんに実際お会いさせていただいて、最初僕表に出るはずじゃなかったんですよ。僕がカメラマンっていうかこっち側そっち側サイドだったんで、竹原さんから出てみたいな感じになっていただいて、まあ、出てるっていう感じですけど、うん、じゃあ実際竹原テレビに出て変わったことなどありますか？竹原さんってすごい方だと思ったのが、やっぱそのいろんな方たちが、まあ、正人さんとか武蔵さんとか、まあ、いろんな天心君とかいろいろコラボをさせていただいたんですけど、まあ、僕にとってすごく、まあ、いい経験になりながら、まあ、自分のステータスにもなってるなと思ってて、まあ、その竹原さんと一緒にいてお店に何人か来ていただいたりとかもしてるので、すごい相乗効果っていうのはとても助かってます。今の状況を踏まえて今後の目標とかありますか？そうですね、やっぱ飲食はもうどんどん厳しくなっているので、本当まあこっちもすごい大変なんですけど、なんとか乗り越えようと思っているので、まあ、竹原さんがすごい僕の中で大きい存在でもういてくれてすごい僕助かっているので、今後は飲食は飲食でなんとか頑張って、まあ、竹原テレビの方でも今いろいろ僕戦っているので、今後ももっと強くならなきゃと思っているので、盛り上げるために頑張っていこうと思っていますので、よろしくお願いします。